皆さんこんにちは。お元気ですか？市民の皆さん、松本明憲です。木戸優希です。さて、年が明けて1月中旬ですけれどもね、はい、皆さんどんな年末年始過ごされましたか？木戸さん、年末年始はどんな感じで？はい、私はですね、ありがたいことにお仕事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 ということで、あんまりこう気づいたら、あれ年明けてると思って、もうね、ちょっとね、年末年始感を楽しめてませんね。いや、でもいいことじゃないですか、いきなり仕事で始められてね。はい、僕はね、あの年末年始結構、あの年末はまあカウントダウンイベントがあって、はい、三が日ゆっくりできましてね、実家に帰ってうちの母にあの孫の顔を見せに行ったりとか ね、 あ、 いいですね。あと、あの駅伝見てもご飯ひたすら食べるとかですねもう体重が3キロ増えましてね、つい焦ってるんですけれどもね。わかりませんね。大丈夫ですか？はい、やっぱカメラのやっぱ性能がいいんでしょうね、これね。いやいや、そうでしょうか。そして、あの何よりこの番組でまだ今年の抱負言ってませんでした。はい、木戸さん、今年はどんな年にしたいですか？私は変化する年にしたいと思います。それ具体的には？そうですね、あの昨年もだったんですけど、やりたいことがね、今すごく多いんですよ。でもやっぱり昨年だけじゃやりきれずにいたんです、時間が足りなくて。ああ、なのでそれを引き続けて、今年もやりたかったことにどんどん挑戦していって、はい、で挑戦に伴う変化っていうのがあるじゃないですか。はいはいはい、でそれをもっともっと楽しんで、こう、私ってどうやって変わっていくのかしらっていうのをね、もっとこう知っていきたいんです、楽しんでいきたいんですよ。なんか真面目だね。いや、本当ですか？本当にまだまだこう向上していこうという気持ちがあってね。はい、僕はやっぱりね、あの改めて仕事バリバリやりたい、もっとやりたい、本当に、はい、仕事ください、本当に。え、私に言われても、頑張っていきますんで今年もお願いします。さて皆さん、四方推定1月号もご覧になりましたかね？こちらご覧ください。表紙は防災特集です。今年でね、阪神淡路大震災から22年です。昨今で言いますとね、東日本大震災、あとあの熊本地震が昨年ありました、鳥取県中部地震なども、日本各地で地震災害が起こっているわけですけれども、まあ、その中ですね、改めて防災について考えてほしいということで今回特集を組みました。中ご覧ください。あの見ていったらね、例えば災害ボランティアセンターについて載っていたりとか、あと吹田で災害起きたらどうしたらいいか、市街で起きたらとかね、いろんな書いてますから。はい、木戸さんもね、あのこの番組でいろんな防災について勉強して意識高まったでしょ？そうなんです。私ね、本当に遅いと思うんですけど、昨年ようやく非常持ち出し袋をしっかりと作りました。やっとか。やっとです。いや、でも本当にあるだけでこう安心感というか、いざという時の備えの大事さが本当に分かるなと思いまして、私すぐに持ち出せるようにもうドアにね置いてあるんですけど。え、ドアのどこに置いてるの？もうドアにちょっと引っ掛けるような感じで、ね、はい、まあ、ので、ね、普段から視界に入るんですよ、はい、のでこう何でもない時でも、あ、もしもの時にはこういう行動をしなくちゃっていう風に振り返ることができて本当にいいなと思います、ね、皆さんもぜひこちらの特集ご覧ください。そして裏面に行きましょうか。裏面の記事は成人祭です。1月9日メインシアターで行われました。もうね、あの成人祭、僕なんかだいぶ前の話ですけれどもね、牧野さんにとっても本当最近の話ってことで、ちょっと顔がちょっとね、若干の動揺してますけれども、ぜひこちらの記事もご覧ください。さて、今回の放送内容はこんな感じになっております。特集ではエキスポシティ1周年、その他ご覧のような内容でお届けします。最後までお付き合いください。では番組進めてまいりましょうか。はい、まずは吹田市の出来事などをご紹介する吹田のトピックスです。12月17日、名シアターで母子会祭りが開催されました。これは子育てや高齢者支援、3世代交流など幅広い活動をしている吹田母子会が地域との触れ合いを目的に毎年行っているものです。15回目となるこの日は、地元で採れた生鮮野菜を販売する青空市や鉢植え花の販売、みかんの詰め放題、たこ焼きや綿菓子などの模擬店が出店されたほか、平和の尊さを語り継ぎ、食べ物の大切さを再認識してもらおうと、食糧難の時代に食べられていた水豚1000食が来場者に振る舞われました。また世代間交流ができる折り紙を折るコーナーや、畳の上で遊んだりくつろいだりできる移動日だまりルームが設けられたほか、アクセサリーや小物などの手作り品の販売コーナー、
新品同様の生活用品などが格安で販売されるバザーも行われ、来場者の人気を集めていました。そしてステージではジャズダンスやフラダンスなどの踊りや手品などのパフォーマンスが披露され、イベントに花を添えていました。このほか吹田市医師会、吹田市歯科医師会、吹田市薬剤師会がキャンペーングッズを配布したり、大阪吹田ハウス支援の呼びかけなども行われました。なお今回イベントで得られた本部収益金は大阪吹田ハウス支援に寄付されます。12月18日、名シアターで吹田ティーンズクラシックフェスティバルが行われました。これは市と吹田市文化振興事業団が音楽家の卵の育成とクラシック音楽の楽しさを普及すること、若く輝く才能の発掘と発表の場の提供を目的に開催しているものです。参加資格年齢は10歳から大学生までで、この日は予選を通過した18組が中学生以下の将来性ある演奏者に贈られるさつき賞と、同じく優れた演奏者に贈られる若竹賞、高校生以上の将来性ある演奏者に贈られる吹田市長賞と、同じく優れた演奏者に贈られる岸光一賞を目指し、ピアノや管弦楽器の演奏、歌など日頃の練習の成果を存分に披露していました。またティーンズの演奏後に行われたブラスコーナーでは、プロの演奏家ファイブベルズと関西フィルハーモニー管弦楽団やファイブベルズのメンバーに指導を受けた市内の中学校2校の吹奏楽部が共演し、観客を魅了しました。そして表彰式では若竹賞、さつき賞、岸光一賞、吹田市長賞をはじめ、奨励賞や観客の投票によって選ばれた観客賞などの表彰が行われ、若い音楽家たちの才能を称えました。1月4日、アサヒビール吹田工場ゲストハウスで新年懇談会が開かれました。これは市と市議会が市に関わりのある各種団体の代表者などを招き、新年の挨拶を行うとともに交流を深めてもらおうと毎年行っているものです。この日は後藤啓司市長、小北和美市議会議長、塩見美雪市議会副議長、水丹が出迎える中、およそ600人が会場を訪れました。はじめに後藤市長が、今吹田は日本で一番勢いのある町です、この好循環の時には社会基盤を強化することが大切、学校の耐震化、施設の改修を行い、ますます発展する吹田の基盤を整備していく1年にしたいと新年の抱負を述べると、続いて小北市議会議長が、昨年はエキスポシティと吹田サッカースタジアムが大阪活力グランプリに輝き、大阪の中で魅力のある街に選ばれました、さらに魅力ある街に向け市議会一丸となって取り組んでいきたいと挨拶しました。そして元吹田市議会議員などで組織される団体雄山会の元田正幸会長の音頭で乾杯が行われました。参加者は新年の華やかな雰囲気の中、今年の抱負を話し合うなど交流を深めていました。まあいろんな話題ありましたけれどもね、あの2つ目の吹田ティーンズクラシックフェスティバル、はい、年々参加者が増えているということでね、このクラシック音楽をね普及させるためにあるわけですけれども、このコンサートを通じてですね、この吹田から世界に羽ばたくような方々が生まれたらいいですよね。そうですよね、もう本当に若手の登竜門のようなねイベントになっているということですので、もうどんどんね続けていってほしいと思います。ですよね。あとあの1つ目のね母子会祭り、あのまあ地域交流の場でもなっているわけです
ですね。あと何よりそのやっぱりね、若々しい皆さんが、あのおじいさんがマジックしたりとかね、非常に可愛らしかったしね、あとあのバザーのね、あの皆さんのその購買欲の高さ、あとこうね、はい、あれもすごい勢いあるなと思いましたし ね、続いてほしいですよね。以上トピックスでした。続いてはスイタの動き。片山神社にジャンボ絵馬が登場しています。今年の絵と鳥を描いたジャンボサイズの絵馬が12月上旬、出口町の片山神社の社殿横に登場し、境内は迎春ムードに包まれ、参拝者の注目を集めています。絵馬は高さ3メートル60センチ、幅5メートル40センチの将棋の駒形で、災難・魔除けの果物といわれる桃の実がなる木と仲睦まじく寄り添う2羽の鶏が描かれています。絵を手掛けたのは江藤宮司の息子夫婦で、アクリルカラーペイントを使い、およそ1ヶ月かけて制作。江藤宮司は大きな福を取り込み、幸せあふれる1年を過ごしてもらえたらと絵馬に込められた願いを話しました。絵馬は2月3日の節分まで掲げられる予定です。市役所正面玄関にジャンボ門松を制作しました。吹田豊中の漁師に広がる千里緑地で竹林の保全活動に取り組んでいる千里竹の会のメンバーが制作した一対のジャンボ門松が12月下旬、市役所正面玄関に登場しました。この門松は来庁者に大きな福が授かるようにと、平成16年末から毎年制作しているもので、鉢の直径がおよそ80センチ、高さがおよそ 3.5 メートルのジャンボサイズ。2つの鉢の中心には竹林の間伐作業で切り出した千里の竹が3本ずつ据えられ、松や梅、熊笹、ハボタン、赤い実をたくさんつけた南天があしらわれています。メンバー延べ20人が2日間をかけて作り上げました。ガンバ大阪の試合結果です。ガンバ大阪天皇杯の結果はご覧の通りでした。放送期間中の吹田の動きはご覧の通りです。1月14日には芸術芸能フェスティバルがメインシアターで、15日には吹田市自治会連合協議会合同防災訓練が行われます。さて今シーズンはもう2月25日に開幕です。はい。そしてあの2017年シーズンはですね、通年で戦ういわゆる1ステージ制復活ということでね、またちょっと雰囲気も変わるわけですけれども、ね、3年ぶりなんですよ ね。あとガンバ大阪はですね、実は ACL 出場権のチャンスがまだあるんですね。そうなんです。まあ、天皇杯残念ながらの結果だったんですけれども、いろいろありましてね、ちょっと繰り上げがあって、2月7日のプレーオフに勝てば予選リーグに参戦決定ということで、はい、もう前半から飛ばしてもう今シーズンは4回行きましょうよ。そうです ね。皆さんこれからも応援よろしくお願いします。以上スイートの動きでした。冬は温泉でゆっくりしましょう。ワンポイントでしょ。冬は温泉でゆっくりしましょう。冬は温泉でゆっくりしましょう。ワンポイントでしょ。冬は温泉でゆっくりしましょう。続いては特集です。はい、今回はエキスポシティ1周年と題してお届けします。それではどうぞ。開幕。万博記念公園のエキスポランド跡地に誕生したエキスポシティがオープン1周年を迎えました。昨年7月には日本最大級の大きさを誇る観覧車大阪ホイールが完成するなど、その魅力はとどまることを知りません。この1年間の来場者数はなんと2400万人を突破するなど、大阪を代表する観光スポットとなっています。そこで今回はオープンから1年が経過したエキスポシティに台湾からやってきた私、大阪大学の張優里が潜入取材します。エキスポシティの魅力を皆さんにお伝えします。題してオープンから1周年、エキスポシティの見どころを教えますスペシャル。
エキスポシティはショッピングパークララポートと8つの大型エンターテインメント施設からなっています。建物の正面には特徴的な大階段が。見てください、迫力のある動物がいっぱい描かれています。この階段を登ったら地球体験アトラクション OB 大阪のエントランスに通じています。 OB 大阪は都会にいながらにして五感で地球を体感できるミュージアムなんです。館内のエキシビションはセガサミーグループとイギリスの BBC アースが手を組み誕生しました。今回 OB 大阪を案内してくれるのが広報担当の中村七瀬さん。じゃあ行きましょう、はい、扉をくぐれば現れるのが最新の映像技術を使った3D プロジェクションマッピングの展示。あ、これが 3D マッピングですか。はい、はい、そうなんですよ。このブロック状のところにいろんな景色がどんどん映し出されて、はい、どんどん景色が変わっていくんですけれども、はい、でそれに合わせて後ろにホッキョクグマがじゃあこちらとこちらが連動してるってことですか。はい、はい、この景色の制作地に合わせてここに生き物が現れます、はい、ちなみにブロックの映像が森やジャングルに変わるとこちらに映し出される生き物もイモムシやカメレオンに変化します。なんか爽快感があります。その地球の自然がそのまま伝わってきます。何時間でも見られます。他にも鳥の視点が体験できるアースクルージングや手をかざすと動物たちのトリビアが学べるアニマルペディア。長さんの手はあちらの、あ、待ったぞ。ゾウゾウが大きいね。夜になるとマイナス15度まで気温が下がるアフリカ・ケニア産の極寒体験ができるマウントケニアなど様々なアトラクションがありました。さらに、あ、館内にカフェがあるんですよ。あ、そうなんですよ。ただちょっと普通のカフェとは違いますので、はい、メニューを一回見てみてください、はい。ダチョウとラクダとクラクダイ、はい、はい、日常で食べることができない、はい、こちらのカフェでは味覚でも地球を体感できるんです。まずはラクダをいただきます。美味しいですね。臭みがすごい強いイメージがあるんですけど、はい、全然なくてすごい食べやすいです。続いてはクロコダイル。鶏の肉とすごく似てますけど、うん、すね、うん、でもこれもすごく美味しいです。最後に今後の展開などをお聞きしました。今ブルーレイヤーという深海に潜るお部屋でヨガのイベントをやってまして、それが20代とか10代の方からおじいちゃんおばあちゃんまで幅広い世代の方にすごく人気のイベントになっていまして、2年目ももっともっと楽しんでいただけるような企画をいろいろ考えてやっていきたいなと思ってます。ありがとうございました。続いて紹介するのは大阪イングリッシュビレッジ。建物に丸ごとアメリカを詰め込んだ体験型英語教育施設です。ここはどんな施設ですか。はい、ここはですね、見た通りアメリカの日常生活や文化や歴史などをテーマとした23のお部屋があります。テーマに沿った体験を通しインストラクターたちとの会話で生きた英語力を育む施設なんです。じゃあ体験を通じて英語を身につくのことですか。そうですね。そこでこの1年間で人気だったシチュエーションルームを教えていただきました。第3位はエアラインです。エアラインは日本からニューヨークまでの14時間のフライトを短い30分のレッスンで体験していただける施設です。即実践できるとあって大人に大人気のレッスンです。Would you like beef?
or chicken. Can I have chicken, please? There you go. Thank you. You're Smells welcome. Great. Great. And what would you like, ma'am? Can I have a beef, please? Yes. There you go. Thank you. 第2位は第2位はブロードウェイです。ブロードウェイは実際にミュージカルで歌われているダンスを体験していただけます。踊りや歌で英語が学べる子どもたちに人気のレッスンです。そして第1位は、はい、1位はクッキングです。クッキングはですね、実際に皆さんにスイーツを作っていただきます。チョコレート？チョコレート？そこで、ジョーさんもチャレンジしました。スマッシュ。スマッシュ。クッキングで実用的な英語が学べ、しかも作ったものを最後にいただけるとあって、年齢問わず人気のレッスンです。今日作ったのはクリスマスデザート。お味は？意外に美味しいですね。いかがですか？すごく楽しかったです。はい、吹田市ではもう今年4月から小学校1年生からの英語の授業がスタートするということで、吹田市の小学生3500名の方にイングリッシュビレッジに来ていただいて、ゆうりさんが今体験されたと同じような体験を皆さんにしていただく予定です。地元の吹田市の皆さんと一緒に大阪イングリッシュビレッジを作り上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さて次に張さんが向かったのはららぽーと1階にあるインフォレスト吹田。ここは吹田市が運営する吹田の情報発信施設です。店内には観光情報をはじめイベントや施設のパンフレットが置かれていました。カメラさん、カメラさん、これすごく気になりますよね。店の真ん中に太陽の塔があるんですよ。吹田市の象徴といえば太陽の塔。この顔はめ看板はとても人気で、土日は写真を撮るために行列ができることもあるそうです。さらにこのインフォレスト吹田は観光の情報だけではなく特産品の PR コーナーもあります。こちらは吹田の名産品クワイを原料に使ったクワイ焼酎芽吹き。さらにすいません、こちらは何のコーナーですか？太陽の塔のコーナーなんです。じゃあここの商品すべて太陽の塔がモデルで作られているんですか？そうですね、太陽の塔のグッズ、あと岡本太郎さんという太陽の塔の作者。なんか壁は自分、はい、自分自身だ、はい、すごくおしゃれですよね。ですよね、こちらのファイルもよく売れています。これ3つの顔は、この上部の黄金の顔が未来の顔、はい、でこのお腹のあたりと胴体の真ん中あたりが現在の顔で、裏側黒い顔が過去の顔で、3つの顔のファイルになっています。なるほど、はい、ここでお店の一番人気をお聞きしました。それとたくさんあるんですけども、なんといっても一番はですね、ガチャガチャなんです、はい、このコップのブチコの太陽の塔バージョンということで、はい、すごい人気がありまして、これを待つために他府県から来られて、はい、1回400円のガチャガチャ、これがまたすごい人気なんだそうです。張さんも挑戦。ゲットしました。今日から愛用します。今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。この日はあいにくの雨、しかしエキスポシティの締めに訪れたのは高さ123メートル、日本一の観覧車、大阪ホイールです。ガイドしてくれたのはオペレーションスタッフの大河内美都奈さんです。こちらのゴンドラの特徴とか教えてください。じゃあこのゴンドラは全部スケルトになっていて、足元から地上がよく見えるようになっています、はい、そうなんです、床はすべて透明素材でできています。だから足元はすっげすげ。高いところが苦手な人はスタッフに申告しましょう。床を覆うシートを敷いてくれます。では空中散歩のスタートです。あっちの方が吹田の市内で、
っすぐ見てもらえる方が梅田の方になります。そうですか。しかし何度も言います、この日のコンディションは最悪、夜景も霞んでほとんど見えませんでした。ちなみに晴れた日はこんな夜景が楽しめます。あべのハルカスはもちろん、運が良ければ淡路島まで見渡せるそうです。ジョーさん、今回のエキスポシティはいかがでしたか？とても面白かったです。でこんなに街のことを考えている商業施設を見たのが初めてなので結構感動しました。単のショッピングモールではなくて遊べるショッピングモールみたいな感じで、ぜひみんな来てください。新たなる大阪の観光スポットエキスポシティ、今後もさまざまな遊ぶ、学ぶ、見つけるを想像し続けます。エキスポシティには僕もね3回行きましたけれどもね、はい、3回でも足りない、もう何度も行きたいところですよね。ひどうさん VTR 見てて気になったとかありました？私は大阪イングリッシュビレッジ行きたいなと思いました。まあ、あんなにいろいろと楽しく学べるね要素があるんだなと思って、特に2位だったブロードウェイ、私ミュージカル好きなのでもう子供と一緒にね混じりながら楽しく踊って、そして楽しく英語を学びたいと思います。なんかやってるのがね目に浮かぶわ。あ、本当ですか？はい、僕あの OB 大阪いろんな映像を、ね、体感できて、あと風も浴びてるシーンなんかありましたけれどもね、はい、やっぱ地球を感じたいね。そうですね。あと併設のカフェであのラクダの、ね、いる焼き、はい、焼きのね、ラクダとダチョウとクロコダイルか食べ比べが、あれも食べたいですけれどもね。いや気になりますね。皆さんぜひエキスポシティまた行ってみてください。以上特集でした。続いては吹田市からのお知らせです。浜屋敷で行われる新春カルタ遊びの参加者を募集します。大阪大学の競技カルタ会の学生によるカルタの解説と競技カルタ体験を行います。小倉百人一首を学び、みんなで伝統のカルタ遊びを楽しみましょう。日時は1月21日土曜日午後1時から3時まで、定員は30人、先着順です。費用は200円、小学生以下は無料です。電話かファックスでお申し込みください。詳しくは吹田歴史文化まちづくりセンター浜屋敷までお問い合わせください。伝統文化教室フェスティバルを開催します。和装礼法の披露や和菓子作りのほか、生け花の体験教室などを開催、お茶の無料体験コーナーなどもあります。日時は1月28日土曜日午前10時から午後2時30分まで、場所は名シアターレセプションホールなどです。定員は体験教室のみ先着50人、費用は和菓子作り生け花体験のみ500円です。詳しくは文化スポーツ推進室までお問い合わせください。中学生の主張大会を開催します。市内の中学18校の代表が生活の中で感じていることをテーマに意見や取り組みを発表します。日時は1月21日土曜日午後1時10分から4時まで、場所は名シアター中ホールです。詳しくは指導室までお問い合わせください。さてエンディングです。次回の放送内容はどうなってますか？はい、次回の更新日は1月21日です。トピックスでは消防出初め式の模様や成人祭の様子など、特集は健康医療のまちづくり県と誕生と題してお届けします。はい、次回もぜひご覧ください。それではまた、さようなら。さようなら。